際は午前10時頃見込んでおります。ことによりますが、詳しい運転状況につきましては、駅が浅いコースと駅の次へお確かめくださいますようにいたします。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。さあ、下関に着きましたけどね、いや、ここで乗ってね、どこだっけ、文字か、文字の方も行こうかなとも思ったんですけど、まあ一応なんか情報だと10時過ぎぐらいには復旧できるんじゃないかなっていう話みたいなんですよ。ちょっとどうなるか分かりません。ただこの後も雨の様子が、撮った天気図貼っとけときますけど、もう19ミリ、20ミリとか、えらい雨がこの後も降ってくるみたいなんで、ちょっともしかしたら厳しいかもしれませんね。で、もし、とりあえずちょっと下関で様子見というか、ちょっと下関だったらとりあえずもう駅周りでいろいろとありそうなんで、ちょっとその辺りで飯食うなり、潰してですね、やると思います。宇部新川の方も行ってね、結局行けなかったところ戻っていこうかなと思ったんですけど、何せその雨が宇部の方にも降りますんでね、どうにもならねえなと、もう今回は完全に、運用破綻ですね。残念ですが、もうこればかしはどうにもならねえなと、いう感じですね。下関駅はこんな感じなんですね。でこの先、これ JR 九州ですね、こいつが、走っていくと、いう形ですね。とりあえずこっちの方とか商業施設あるみたいなんで、下関でとりあえず、様子見ましょうとか飯食って、で最悪もうここで打ち切りですね。もうここから山陽線で頑張って帰っていくしかなくなるなと。どうせ戻っていくだけになるんやったら、できれば山陰線でねぐるっと行きたいなっていう気はあるんで、とりあえずちょっと駅前で腹ごしらえとかして、山陰線の様子見ましょうか。夢マートとか入ってるみたいで、ここら辺で時間潰すかな。とりあえず飯食うところとかもありそうない、とりあえずちょっと飯食ってから考えよう。よし、それもすごいな。屋根付きでスッと来れるのがいいな。よし、こっちの方とかにも乗り場があって、
怖っ。ダブの方行くやつか。なるほどな。この辺までやねがある感じか。まあ何せこっからあの真っ赤なやつがやってきますからね。本当に屋根のないところにはちょっと出れないね。ここには向こうで勝負してとかってって感じか。なるほどな。ここなんか地下道でつながってるんだ。よし、ちょっと借りてみる。ほら、なんだ。なんで？あ、止めた。よし。よし。こんな広い通路になっとるんや。で、国際ターミナルとかにも行けるんですね。力入れるかな。屋根があっても吹っ飛んできますもんね。よし。で、ここはなんかちょっと飯が食えるところがあるのかな。ちょっと中入りますか。中で撮るの撮影禁止なんで、このままカメラ止めて中ちょっと見てきます。さあ、マックスファイルやってきましたけどね、ちょうどイートインコーナーがねあったんで、そこでサンドイッチとね、飲み物買ってパッと、済まさせていただきました。美味しかったって。まあ、あの工場がねこっちの方に変わるんで、ちょっとやっぱ物の感じも変わりますよね。で、感じなのはこっちです。運行の方なんですけど、一応今9時40分なんですけど、10時から運転を再開する予定と、いうふうに要望が変わったんで、しない。へえ、あ、こんなおしゃれなところもあったんだ。まあ、車講師かで、とりあえず行けそうなの長門まで、ちょっと行けやんか試してみます。もう本当に雨がどうなるかやね。いろいろ入ってるみたいで、十字からみたいですね。とにかく雨がどうなるか、まあ、その運転再開するって言っても、あの雨雲が消えるわけじゃないですからね。とりあえず行けるところまで行ってみても、ここまで来たらもう行くしかないでしょう。で、本当はもう土産物買って、もう、あ、ちなみに簡単な土産は買いました。本格的な土産はね、長門の方で買おうかなと思ってますけど、買い方がというと、あれですね、醤油ですね。そう、下関まで来ればね、九州の醤油が入手できるぞと、
打っとったんでね、よし九州の塩辛かなと思ったんですけど、なんかよう見てみたらあんまり詳しくないんで何とも言えないですけど、でも下関だったらもう下関で作ってる醤油が九州醤油のよりやつになってるみたいですね。甘口醤油っていうのが下関のメーカーのやつでもあったんで、試しにそれを買ってみました。あとまあ、普段九州醤油と寄せで買っとるムビシさんのやつね、やつもちょっと普段使っとるのと別のやつがなんかあったんで、それを買ってみましたよと、いう感じですね。ひとまず、参院選行けそうなんで、とりあえずそれで行ってみよう。奥市やったらなんか長門市行き35分か、どうする。間に合うのかな。とりあえずこれで乗って行ってみようか。